はいどうもバモログフィールドチャンネルのバモくんです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日はバモくんのゆるカフェということで、えー、やっていきましょう。あのー、ですね、生物多様性について <laughs> ちょっとお話しし,していきたいなと思います。あのー、バモログフィールドチャンネルなんでね、やっぱりこう、生物多様性っていうことがあるからこそ、 あのー、日本のフィールドで、えー、自然で、えー、ネイチャーの中で、えー、遊んでいるっていうのが、あのー、実態だし、えー、都会にいたとしてもね、そこは確かにアスファルトやビルがあるけれども、えー、家の中に住んでいるけれども、でもアスファルトを壊せばその下には土があるわけでね、あのー、生物多様性ということを あの忘れちゃいけないなっていうふうにねあの常日頃思うんですよねであのキャンプにね行ったりした時だけ思い出せばいいっていうもんではなくてあの日々日々この瞬間今この瞬間もですね是非生物多様性を、えー、考えるですねきっかけになればいいなと思ってこうちょっと YouTube でお話しさせていただきます、えー、バム君のゆるカフェ今日はコーヒーヒ、ね、で えー、久しぶりにホットですよホットホットコーヒーまあこういう風にねこう花とか草木の中で子供たちが、えー、遊んでるみたいなこういうのがね理想なのかなっていう風には思いますはいであの皆さんあの生物多様性という風に聞いてですね何を思い しますかねあのどういうイメージありますか生物多様性、えー、なんかこういろんなね生物がいて、えー、生物は絶滅しちゃダメなんだみたいなね、あのー、絶滅しそうな生物は、えー、助けなきゃいけないんだみたいなでこの間ねあのー、釣り釣りを最近またちょっと再開したんでねブラックバス釣り。 えー、YouTube ショートアップしたんですよ、あのー。概要欄貼っときますね。で、そこにね、コメントで、えー、なんか外来業のことをやってる YouTube なのかなんかわかんないけど、そういった方からコメントい,いただきましてですね、えー、なんだつったら、あのー、殺してくださいみたいな。そうすると助かりますみたいな、あのー、コメント来たんですよ。うん、まあ あのね、生物多様性というかあの在来種を守る活動なんだろうなっていうふうに思ったんだけど、えー、まあ私は印象的な何、えー、て言うんだろうその中学生ぐらいからもう,もう釣りしてるのはそうだな小学生ぐらいからも,もうずっとばっすりやってるんでんかれこれも30年ぐらいやってるんですね。でその中で、えー、最初はね そんんななに大きいいブラックバスっていなかってかたんですけど今はね、どこの湖にもいると。例えば、あの、河口湖なんかね、あそこ、ほら、えー、富士五湖だから、あの、流れ込み、まあ、厳密には西湖から流れ込みがあったりするんだけど、流れ出しとかないじゃないですか、湧き水でね。で、あの、魚が元からいなかったので、 えー、全部放流の魚なんですよね。富士五湖,湖ってね。で、そこにね、バスが、えー、不法員に入ってしまった。まあ、歴史をたどるとですね、箱根の、えー、なんだっけ箱根のあの湖なんだっけど忘れしちゃったよ。<laughs> 箱根の芦ノ湖そう、芦ノ湖。芦ノ湖で、あのー、貴族の遊びとしてね、ブラックバスを釣っても、 楽しい食べても楽しいということで入ったのがスタートなんですね。なので、あのー、ちゃんと、ちゃんと連れてこられたわけですよ。うん、で、そこに話された。で、もちろん、富士五湖とかも近いしで、それで繁殖力がね、強いから、ブルーギルとともに、ば、あのー、ーっと広まったというふうに感じたということなんですよね。で、そこで、えー、湖が、あのー、当時は多かったので、 やっぱり閉ざされたところに話してねそこで増えるとブラックバス釣り楽しいよねっていうのがあるしもともとブラックバスっていうのはアメリカの、えー、スポーツフィッシングがスタートなんでね、あのー、まあそれに習ってというか湖で、えー、釣りたいと思う誰か分かんないけど、えー、そういう人たちが、えー、きっと足の横で釣ったバスとかをね他のとこ離したりとかしちゃったんでしょうねでもう日本全国的に増えてですね今,には今はもう多摩川にも。 いる川にもいる、どこの池にもいるみたいな状態になっちゃってます。まあ、それだけ繁殖力が強くて、あの、驚異的だみたいな、えー、なんて言うんだろうな、あのー、在来種を脅かすみたいなね、イメージが渡ってですね。で、あのー、今でも撲滅活動が続いてる、えー、地域とか、そうでも、あのー、そうでも利用して、 スポーツフィッシングとして乳漁料を取ってしっかりビジネスとしてもやろうという地域とかねあるわけなんですよ。でその結局ね生命生物多様性が、あのー、保たれてる日本の土地であればねあのブラックバスやブルーギルが入ってもこれは、えー、体感的なんですが 絶滅してしてててまうようううよなななな種類っっいいいいのはんいいんじゃないかなって思うんですよねでもし、えー、あったとしてもとてつもなく数が減る、うん、だけどブラックバスだってね何かを食べて生きていかなきゃいけないわけで、うん、食べ物が減れば、えー、圧倒的に増えたブラックバスの数も減ってくるとで圧倒的に増えたブラックバスの数も減って 数が減ってくれば、えー、食べられる側の、えー、魚も増えてくるとなんかまあそういった感じでですね、えー、でまたはその一番食べられてた例えばワカサギだとするんじゃないですかそのワカサギがぐっと減ればワカサギ以外のものを食べるようになるそうするとワカサギもまたちょっとずつ数が戻ってくるとでワカサギが一番取りやすくてもそ,それ以外の魚はわかんない何か早,早とかねわかんないけど取りにくいと した時にでやっっぱりブラックバスは減ってくるそうすると本来いたワカサギがまた増えてくるというようなスパンスパンというかサイクルがね食物連鎖のサイクルがうーんまあ何百年何千年とかこ1人の人間の一生ではわからないぐらいのサイクルで起きていって結局ブラックバスがいることによってあの生態系がとてつもなく長期的に見て乱れるってことはないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。ただそこに 漁,港漁協とかね、そういう漁をされてる方の生活みたいなところがあるとですね、じゃあ200年後にあの生態系 <laughs>、ね、えあのー、戻るから、それまで休むわみたいなわけにはいかないわけですよ、漁,漁だとね。それで、こう、ブラックバスは悪だみたいな感じがなったのかなと思うんですね。で 私が始めた頃はブラックバス第2次ブームみたいな第1次第2次ブームみたいなところでわーっては流行ってでそのマナーが問題になったりとかですね要するに今の車中泊マナーみたいなもんなんですよ、うん、でそういうのもわーってなってでなんかだんだんこうブラックバスは撲滅するんだみたいに居心地悪くなってきてやめたっていうのがまあ現実なんですよで話を戻って生物って 多様性なんですけどねあの生物多様性って基本的にこう生態系の多様性種の多様性遺伝子の多様性のこの3つのカテゴリーに分かれた多様性があるとそれを見ていくみたいな、あのー、カテゴリーっていうかレベルっていうのかなねでそれの中でその多様性があるっていうふうにしてで全ての生物は何かしらの関係性でつながっているというふうに考えるわけですねでじゃああのー そこで、ね、出てくるのが絶滅なんですよで先ほど言ったブラックバスが例えば何かの魚を絶滅させてしまうと。で別にいいんじゃないって思う方もいるかもしれませんでいろんな、えー、それこそ何か絶滅すればいいんじゃないって思ってる方もいるかもしれません。ただ地球上でね40億年、えー、地球ができてから40億年経ってで生命が誕生してでいろんな 多様性あふれる生命が、えー、生物が、えー、地球上に広がっていったわけですよねでそれって全ての生物は何かしらの生物に頼って、えー、生きているわけですよ例えば、えー、人間だってご飯は植物だしお肉も食べるしということで,でその植物は、えー、違う 動物に食べられれるかもししないしその植物が枯れれば次の植物の栄養になるかもしれないで。またはその土の中に行けば菌がいて、その菌が栄養を受け渡ししている。地上でも、えー、人間、他の動物たちが、えー、例えば死骸があればそれを食べる生物がいたりとかですね。そういうふうに、あのー、一見ね、こうなんかこうそれぞれの 生生物が単独で生きているようだけれどもどれか一つでも欠けるとですねその全体のバランスが乱れるわけなんですよ。でその時に何か絶滅すると例えば、えー、なんかこうそう、うん、わかんない、うんじゃあなんか動物がいたとしましょう肉食のね。でその肉食の動物はなんかあまあ A というね、えー 物をずっとと食べてたとでその肉食の動物は、ね、A しか食べないなった時に A がいなくなったらその肉食の動物も死んじゃうわけですよ。でその肉食の動物に寄生していた例えば菌とかもいなくなってしまうしでその菌がいなくなったら例えば肉食の動物の糞を使ってそ、えー、生きていた動物もいなくなっちゃうしって感じで絶滅の連鎖が起きるんですよね。でそのの時に大事なのが 多様性とということなんですもしね A という動物その A のポジションにあの肉食の動物に食べられる役の A というね動物が、えー、虫なり、えー、なんかいたとしてでただ A'A1A2A3A4 ダッシュみたいな感じで A に近い動物たちがいっぱいいてもちろんそこの立場では A なんだけど A がなくなりましたと。そうすると A A1 ダッシュが 例えば、ね、A1 が A になるわけですよ。これが多様性の重要なところ生物多様性なんで維持しなきゃいけないかっていうのはそういうことだと思うんですよねだからあのー、日本のね、えー、島とかが特に厳しいんですよ。島とかにこう外来種を入れちゃうと多様性がすごく弱いんで島って閉ざされてるからね独特の、えー、生物が生きてたりとかして。 いいいろんんなな種類ないんですよでこの結局遺伝子の多様性も少ないと島の場合はねそうすると外来種がプッて入ってきてそいつが一番弱肉 肉強食で頂点に立つような生き物だと、どん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 絶滅していくってわけですよね。そいつが食べる動物に頼っていた動物、その食べる動物に頼っていた動物、その食べる動物に頼っていたいやいや植物とかね。なんかそういう風に、どん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 絶滅の連鎖が起きていくと。だから、生物多様性があるとですね、それを防げるわけですよね。あの、絶滅の連鎖を防げるんですよ。っていうか、絶滅一種類しても、 が入ってきてき補ううんんでででその絶滅一種類で止まるということいこなんですねだから生物多様性が大事で、あのー、このね3つのレベルで考えましょうと生態系の多様性種の多様性遺伝子の多様性これをみんなで守っていきましょうということなんです。でそこでね一つ気になるのがじゃあやっぱり外来種は全滅だよと全滅させればいいんだよって思うかもしれないんですがそのいつの。 基準でこの主をね外来だとするか <laughs> がちょっとわかんないんですよ私にはで人間の一生のスパンではね非常に短いあのー、年数なのでうんただね私が釣りを始めたのは30年ブラックバス釣り30年やってるとしてでそこでバスの、えー、50センチとかになるにはねあのそのこの あのー、豊かさにもよりますけどまあ78年とか10年とかかかるわけですよでそれが世代を超えて生きてきて今、えーね、ブラックバス日本でも6 0ンチが釣れるとかってもうそうするともう十何年とか生きてるわけですよねで,うんでまだそれ外来種なんですかね <laughs>、うん、だからなんかその外来種はダメだっていうのは 持ち込む時の話であってもうそこで繁殖してしまったらですね、えー、日本においては意外に生物多様性があるので、えー、ある時間軸を切り取ってみるとすっごく数が減るかもしれません確かにだけどまたそこから100年200年300年500年っていうふうに経ってくると結局その圧倒的に増えた動物だって、えー、捕食するものが減ってくれば えー、圧倒的に増えたその頂点の動物だって減ってくるわけで,でそれが減ってくると捕食する動物が増えてきてまたちょっとその外来種とい言われる、あのー、入ってきたもので増えてきてで,でバランスが取れてくると思うんですよねだってそもそもね地球の在来種っってて何でですすかって話なんですよだから人間じゃあ外来種かな <laughs> とかねそうヘリックスに聞こえるかもしれないけどだからその。 私独自の考えですけどなんとかその入ってしまったえー、外来種も一緒にねその生態系を作れないかということを第一に考えることがね最重要なんじゃないかなと思うんですよだからえー、食べもしない魚をね釣ってで リリースせせずに殺せと、あのー、ちょっと私にはそれはできないんで、もしこのまま行ってね、ブラックバスの釣りがあの、本当にこうリリース禁止、この間ね、ザリガニがリリース禁止になったんですよね。で、ザリガニは別に、あの、スポーツフィッシングとかにはなんないんでいいんだけど、でも子供とザリガニ取りとかちょっとね、やっぱり経験でしたいなと思って、で、だから帰る範囲で、 えー、取って帰ってきて、で、ちょっとあの水質悪くなって死んじゃったんですけど、まあ、リリースはしなかったんですよ。で、まあ、それ以上でもそれ以下でもないんですが、まあ、ブラックバスツ釣りも、もしリリース禁止になったらですね、あれ家で買うっていうのはちょっと厳しいんで、うん、餌がね、大変だから <laughs>。あの、もうそうしたら釣りやめようかなって思います。まあ、あ,のあ,あ、そういうスタンスにしちゃうんだったら、 釣りやめようかなと今もね、あのー、条例ででもリリー、あのー、放流禁止、リリースとね放流とまたちょっと違う、その釣ったすぐ返すっていうのとあの、どっかから取ってきて逃がすっていうのは別で考えられてるっぽくて、ですね完全にリリース禁止のところっていうのはないんですよね。うん、ただ、その漁協の方で決めてたりとか、ある程度のこう権力のもとでは、そういうふうなことがうわれてると。 いう状況でちょっととギギリギリのところでですよねでもまあもう30年40年ってこうそこの湖で、えー、繁殖してきてですねもうある程度バランス取れてんじゃないかなそろそろ取れてくんじゃないかなまああと50年ぐらいかかるかもしれないけどでもまあね、えー、そこで漁を、えー、されてる人たちの心を思うとねやっぱりそれはそれであのー 大変だよなっていうふうに思うしでもかといって人間が海外から楽しもうと思って連れてきてそれが楽しくて日本中に広がったものを気づいた時にはもうすでに遅しの状態なのにいあいつが悪いこいつが悪いって言い合ってねこうなんかこうみんなで苦しい思いをして生きていくっていうその外来種にも在来種にも自然にとっても人間にとっても苦しい思いをして生きていくっていうことに なりかねないんであのー、まあ、外来種問題はできる限りも入ってしまったものはどうにか共存するように調整しましょうっていうのも人間の仕事なんじゃないかなっていう風に思うんですよなんかそういった感じでねあのー、もうもはや、えー、今地球温暖化とかいろいろ言ってますけど地球温暖化の話もねあのー、地球の気候の変動の流れの中でただ上昇してるだけだっていう解釈もあるんですがまあ地球温暖化に関わる そういうガスとか出さない方がいいとかっていうことはね、確かなんでしょうからね。うん、まあ、それをやりつつ、えー、今ある種、その多様性、えー、昔から受け継いできた生物の多様性、これを人間はもう意識的に、えー、ロジック的に守っていくあの使命があるのかなというふうには思うんでね。ぜひ、あのー、 このまま地球の温度が上がってったら、孫たちはちょっとキャンプできないかもしれないですよね。夏暑いし、熱帯雨林のように台風っていうかね、ずっと多分、あの雨季とかね、始まっちゃって日本もね、ちょっとそれやばいんで、でもそれを、そうしないためにも、やっぱり生物多様性があることによって、いろんなことが防げるっていうのがあると思うんですよ。人間も生きにくくなりますからね、あの生物多様性が欠けるってことは、例えば絶滅、どんどんどんしてったら、 うん例えばいや別に牛とか鶏とか食べてるから大丈夫だよってでもそれの餌がなくなったらきついですよ餌が絶滅してったらその餌の絶滅に到達する可能性があるんですよ。えー、自然の、えー、全然人間に関係なさそうな動,動物や植物が絶滅すると周りに回って我々の植物が育たない我々が食べてる肉や魚が育たないっていうことに簡単に直結するんですよ。 ここがやっぱり一番守らなきゃいけないあの生物多様性の理由だと私は思っています。まあでもそういったことをですねあの感じるためにもやっぱりフィールドに出てですねあのディズニーランドとかあのいいんだけど動物園もまあいいんだけど、うん、水族館もまあいいんだけど、あのー、生身の体でねフィールドに出て、えー、その自然を言葉抜きで、ね、体感するということが やっぱり大事ななのかなとそこから全ては始まるのかなとあ。地球に住んでんだなと。日本に住んでんだなと。この自然の中に住んでんだな。暑いね寒いね雨だね雪だねっていう感じで、えー、いろんなね多様性ああこういう中で住んでるんだ随分あの人間はいろんなことを分担させてるなみたいな感じで感じれたら、あのー、いいのかなと。それだけで、まあ、いいのかなと。 いう気ももしなくもなくだからあのー、こんなねベラベラベラ喋っといて何なん,なんですけどやっぱりこう。 一つのね、あの、やっぱブラックバスも途中ブランクが20年ぐらいあるけどや、やっぱ最初の頃何十年もやってね、あの、で、親も釣り好きだから、もうそれこそ生まれた時からうち釣りなんですよ。で、いろんな魚の変化っていうのはね、もう肌で感じる。あと虫取り子供の頃してたんで、あそこに行けばあのバッタがいるとか、あそこに行けば少量バッタいる、あそこに行けば、あの、うん、なんかこう、 コウモリばっかり、コウモリじゃない。コオロギばっかりがいるとか。こっちのところにはスズムシがいる。あそこはトノサンバッタンがいると思うんだよねいうの。全部いないですからね、今ね。全部いない。<laughs> あそこの池に行けばイモリいるとかってあ。あそこの、今は違うもんね。あそこの池に行けばイモリじゃない。あそこの熱帯魚屋に行くとイモリ売ってるですからね。うん。ちょっと違うよね。<laughs> まあ、そんな感じで。えー、なんかあのー、ぜひね、あの、アウトドア、 スペシャリストの皆様は、えー、キャンプとか行った時にあに、ちょっとそんな感じで生物多様性みたいなことを考えて、心豊かに、ね、なっていただけたらいいなというふうに思います。はい。ということで、えー、今ね、あのー、私ご利用しの、えー、動画配信をですね、メンバーシップの方でやっております。キャンピングカーの選び方講座。 失敗しないキャンピングカーの選び方講座というのをやっておりましてですね、えー、もうこれ3、えー、5回、5回、全5回、今日アップする予定です、最後のやつを。で、これを見ると、えー、キャンピングカーの選び方がですね、普通の車と違う視点で、でだけど一生乗りたいキャンピングカーというのが見つかるような。 えー、流れになってますんで、ぜひそちらもご覧いただいてですね、キャンピングカーショーとかね、ありますよね。その前にちょっと見てもらって、1ヶ月入って、えー、見てもらえば。で、あとね、それ以外の動画、あのー、独特の視点で、あのー、キャンピングカーをレビューする動画とかも、あのメンバーシップの方だけには入ってますんで、あの、一般受けしないんで、あのー、有料の方にしてます。まあ、そういった理由なんですけど、まあ、1ヶ月ちょっとか、覗いてみてもらうのが、は ちょっとおすすめなんで、えー、よろしくお願いしますという宣伝を挟みつつですね、コーヒーを飲みながら、もうなんか気温がね、ジェットコースターのようで、今、キャンピングカーなんか26度、外は今24度ぐらいしかないのかな。うん、雨です。うん、まあでも、まだこれから暑い夏は確実に来ますので、ぜひお体に気をつけてですね、楽しいアウトドアライフをお過ごしください。生物多様性、素敵な生物多様性をですね、皆さん感じていただければ。 嬉しいなと思います。またなんか、あの、コメントで、まあ、いろんな、えー、思ったこととかですね、感想いただいて、そこからまた、あの、ピックアップしてお話するとかいうこともしていきたいなと思います。の非同期のコミュニケーション、えー、コミュニティとしてですね、皆さんご活用いただいても、えー、嬉しいです。それではまた、ありがとうございます。今日は長かったね。バイバイ、バームくんのゆるカフェでした。